あーよかった。あー美味しそう。いただきます。いやー今日もいい天気ってことで、クワガタチェックよろしくお願いします。お腹いっぱいになりましたか？はい、もう伸びずに食べれてよかったです。じゃあ早速ここの4本からゆっくりチェックしていきましょう。ここがね、もう完全に塞いちゃったんですよね。どうですか？うまい感じですか？いませんか。あれからこの間来てから今日が3日経ってるのかな。まだ変化はないですね。じゃあ奥のクヌギ行ってみましょうか。あ、この木はなんとかかんとかクワガタがいたところですね。そう、なんとかかんとかです。マンビクラミスとか言われてた。このクヌギもまだ虫っ気出てないですね。じゃあこの木見てみましょう。いませんかね、あの中。黒びかってないですかね。いやーちょっとよくわかんないね。お、スズメバチがいますね。どこの樹液をつついてるのかな。またちょっと上がってあのウロの中覗いてみましょうか。アリしかいませんよ。じゃあこっち。おお、ちょっとこりゃなんじゃらほい。え、いやちょっと待って、これ怪しくない？カブトムシの背中だこれ。ちょっとちょっと、多分そうよ、これ。ちょっと待って、これ潜らないだろうな。潜りそうにないから、先にこっちのね、ウロ見てみる。こっちをちょっと見てみよう。どうかな。ああ、いないか。声
声出したから引っ込んだかな。いやー、わかんないけど。いやー、ちょっと待った。これ、ちょっと本当に、これ。おー、ちょっと行ってみるで。こりゃドラゴンスポークだ。いや、カブトムシ、本当にカブトムシだ、これ。マジか。マジですか。おー、ほらほらほら、メス、メス。ほら。ほら。マジか。ひえー。あー、ちょっと写真撮ろう。ぶっとむしいました。あー、びっくり。あ、じゃあ今日はこの奥、うん、何かいるかな、うん、いるっしょ。すごい、いるいる。おー、ちょっとこの時期にカブトムシ、去年も早くこの木で見れたんじゃなかったっけな。いやー、カブト、いやー、もう今日びっくり。ちょっともう取れ高十分っすよ。じゃあこの奥行ってみましょうか。よし、準備は OK よ。今日は織姫さんにこれつけとこう。蚊に刺されるかどうかちょっと試してみましょうね。ありがとうございます、うん、自分はね、自分はこれ、これがあるからもうバッチリ、うん、よし、行ってみよう。よし、じゃあまず最初はこの木、かな、どうかな。いる？いる？あ、まだ、まだ。あ、まだいるわ。まだいるわ。おお、こいつもいるわ。これ。カミキリ。あ、カミキリ。ちょっとこれね、本当最初見たときカミキリに見えなかった。おお。動いてる、動いてる。喋った。おお、ずっといるね。おお、よしよし。え、あの平べった、これ、うん、あ、だね、うん、うん、だんだ。おー、いや、ちょっとこれ面白いよ。周りをかじって穴を広げてるのかな、うん、ほんとこんな瞬間初めて見ましたからね、うん、つんちゃんがね、このカミキリの幼虫食べたい食べたいってね、前から言ってるけど、なんか美味しいらしいですよ。いやー、平べったくん、いいね。あ、ちょっと他出てない、この木。なんか他にもこれ潜んでそうなウロとかあったりするんじゃないかな。どうかな。山もいいけど、ヒラタもかっこいいでしょ、うん、じゃあ奥、あの秋にれに行ってみましょう。椅子を先行ってもらって、さあ、どうかな。あ、ちょっと見せて。あ、
なかなかここ出ないな。今日はちょっとどうかなと思ってたけど、ブスか。あの上は牙覗いてない、うん、こっちは線か。お、カタツムリ。いやー、ここはいつ出るでしょうね。ほいじゃあちょっと赤原イモリ観察していきますか。ここあんまり近づいたら底なし沼なんで、この辺りから観察、あそこ、いますね。私のブログでも紹介したスズメバチの巣です。持ってきました。こんな間近で見ることなんてないですもんね。これ持った感じどうですか？とても軽くて、なんかパフパフしてて、カマキリの卵みたいな感じです。なるほど、なるほど。肌触りっていうか手触りはどうですか？そんな感じで、すぐに潰しちゃいそうですね。いやー、ちょっと、もう全然持った感触がない。血の名人の釣り竿を持った時みたいな感じ。持ってる感覚がないですね、これ。軽っ。おー、すごい。いやー、珍しいもの、ありがとうございます。いやー、だけどここは本当に空気が美味しいっすね。じゃあ、今日はいつもだったらもう折り返して帰るんですけど、この上にもう一本、ボッコボコな、もう古代遺跡みたいな木があるんで、それをチェックしに行こうと思います。行ってみましょう。ゆっくり気をつけて。木はこの向こうなんだけど、先にそこの沼を観察してみましょう。なんだっけ、山椒魚みたいなやつがね、昔いたんですよね。霞山椒魚だっけ、なんだっけ。赤原イモリはいますね。変わった生物はいないかな。じゃあ行ってみましょうか。あれあれ、あの木です。あー、ワクワク、ドキドキ。
ませんか。ダメですか。ありか。違うね。残念、この木にはいませんでした。ここにも木がある。これは見たことないぞ。あ、いい感じじゃん。おお、いいね、いい感じ。これは出るべ。これはクモンガですか。ああ、目が光ってるのか。ドキッとした。おいおいおい、あ、だけどこれ、おお、バキヒが入るぐらいありますね、これね。よしよし、次回からここもチェックですね。よしよし。おー、夏みかんがなってるよ。おー、オール姫さんどこ行った？おっ、なんだそりゃ。ってことでチェック終了。いやー、久々クワガタチェックいかがでしたか？あの、カブトムシのメスが現れたのは、うんうん、いやいや、あれは本当びっくりしました。うん、ニュースですよ、あれ。うん、それから名城さんの動画で拝見していた、あの、ヒラタとカミキリムシのセットで、あれ、本当感動しました。いやいや、あれまだいましたね。いや、よかったよかった、本当に。うん、うん、あ、これどうでしたか。もう全然蚊に刺されませんでした。やっぱ効果あるのかな。まあ、これからも引き続き試してみようと思います。いや、また機会があったらご一緒しましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いただきます。うん、相変わらず甘い、うまい。